はマジで欲しい。つけるしかないよな。お前爆発させんじゃねえよ。お前最悪。ごめん僕と。なんかいるんだけど。なんかいるんだけど。はい、まいとめさん、こんにちは。ということで、今回も、マリオカート Wii オンライン対戦やっていきましょうか。ということで、まずは、のこのこ岬やっていきましょう。いや、皆さん、あれなんだよね。ふんさん、グランプリやってきて、もう全コース、やっと星2まで取れたから、もうね、名前のね、横ね、みんな星3とかついてるけど、ふんさんもやっと星2の仲間入りできました。ということで、もう今回覚醒してるんで、まあ、今回パートは、バンバン上位、取ってやろうかなと思っておりますと。まあ、全部ね、星2取ったっつっても、あとね、1個星3取ったらもう全部星3なんだよね。だからまあ次回パートには星3になってると思うから、もう星2のフンさんは今日で最後です。皆さん、お別れの準備しといてください。星、やばい。星2のフンさんとお別れの準備をしといてくださいということで、のこのこ岬前走りたいよね。のっぽらってるオッケー。のこのこ岬はぜひとも前走りたいんだけど、今2位。まあ、2位でトゲ待ちするのが一番マリオカート強いから。2位トゲ待ち最強ということでやっていきましょう。さあ、赤コーラ当たるかな、ワンちゃん。シーザリオ当たんじゃないこれ。ボール持ってないんじゃない。うまい。しっかりインコ差し消してる。マジでマリオカート Wii のコーラ当たんないんだよな。全然当たらん。さあバナさん、これはいやらしい感じに置いていこう。いやー前投げちゃった。当たれ。さあこれどんどんソルト離されてる気もするけど、やばすぎ。赤コーラ当たんないとかで、赤コーラのこと煽ってたら大きく見たわ。さあこれ10人部屋なんで、アイテムいいの出んのは、多分、やばい。めっちゃ赤コーラ来るじゃん。誰赤コーラ当たんないって言ったら、やばすぎ。もうほんとやばい。待って、ここ、狭いから誰か受け取ってくれるんじゃない。誰か取って。みんな顔していく。プロしかいない、ここ。なんで顔すんのあれ。全員顔していくじゃん。いやもう、こうなったら、残りもうサンダー回避するしかないね。サンダー回避するしか勝ち筋ないから。ぶっちゃけ厳しいけど、いやまだ諦めないよ。諦めたらそこで試合終了ってね、まあ、偉い方が言ってたんで、ここは諦めずに無敵アイテム引いていくよね。 OK、 行こうぜ。ここ交換してワンチャン振ってくれ、頼む。さあさらにさ、頼む振って、頼む振って、勝ってんだ。さこれ追い打ちのスターで、さあ振ってくれ、頼む。今しかない、いや出ないか。さ振ってくれ、頼む振ってくれ。持ってないこの人は、なんかアイテム、あキノコか、やばい。いや何も持ってないか。ここも一回交換したいよ。飛びすぎ、待って、いや危ない。そこ落ちなくてよかった。これサンダー回しかないんだって、サンダー回しかないから、頼む。うわー取れんかった。落ち着いて、ここアイテム取って、サンダーしかない。好きなやつここ、頼む頼む、振らしてくれ、サンダー振らしてくれ、頼む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 、ないかないけど意外と上がって、さあなんとか3位ぐらいまで入りたいとこだけど、頼む。なんか起きろ、なんか起きろ。サンダー一人抜かしてよ、取り抜かすけど前雷ゴムか、早いな。さあこれ5位か。ということで、なかなかレート高い部屋なんで、多分5位でもレート上がるんじゃないかな。さあどうでしょうか。さあマイナス6、さすがに下がるか。6位だし、え今6位。絶対5位だったでしょう。ということで9000が2人いて8000もいるということで、なかなかいい感じの部屋なんで、この部屋でやっていこうと思うので、ぜひ皆さん最後まで楽しんでいってください。はい、ということで次はムーンリッチハイウェイ 150cc やっていこうか。ここマジで苦手なんだよな。ここが一番好きな人っています？ここが一番さ、全コースの中で大好きですみたいな。見たらだいぶ変態だと思うんだけど、マジ嫌いなんだよな。車のさ、なんかタイミング決まってるらしいんだけど、ぶっちゃけわからんじゃん、そんな。ほら、怖すぎないこの四角からの。四角からの車。みんなもね、車運転するときはマジ気をつけてほしい。四角マジ怖いよ。さ、爆発？次、緊急出た。待って。人数9人部屋なんだけど、今何位だった？めっちゃ強いな、危ない。1位のバッツナグうまいんで、ここしっかり気をつけていこうか。このキンキのさ、落とす前に早く使っときたいな。怖いマジで。指示機出せ、指示機。あ、サンダー落としちゃったか。指示機出さないから、この車マジで怖いんだよな。急に曲がってくる。サンダーかにいるな。うん、まあでもまだ2周目入ったとこなんで、全然まだどんげん返しはあると思うんだが、さあこれトゲまずいってほしい。まず一発目のトゲ、これを期待しよう。さあ自分はミスしないようにしっかり走っていって、3位割り。さあ1位使っちゃった、キノコ使っちゃったけど、3位でもさ、ワンチャンは巨大とか出ると思うんだよ。さあ潰れてる。1位がねめちゃくちゃ攻撃うまいから、本当に気をつけないと。キノコ来てる、ランコ来てる。あの人なんか散々だな。ボンヘイ、やばすぎ。待って、引かないで。マジでここ嫌いなんだけど、
これどうしたらいい、なんか上手い方法ありますよ、うまく走れる方法。スポーンのスターマジで欲しい。間に合え、よし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 。でかすぎでかすぎ。かっさらっていくぜ、かっさらっていくぜ。これアイテム取れないか。え、負けんのそれ。トラックに勝てないのスターって。うまく切れたのがタイミングが。マジか、やばい、引かれる。さあこれ5位で割って後ろ怖いな。いやーバカ、これつけるか、つけるしかないよな。お前爆発させんじゃねえよ。お前最悪。おい、ごめんボクト、ごめんがボクったんだけど、これなんとか4位とか3位まで行きたいけど、もうあれだな、だいぶゴールの近くまで行ってるんで、これ5位キープでしょ。なんとしてでも、なんとしてでも5位キープしたいんだけど、これ5位取れたらもうあのフンさんの中で勝ちなんで、ここのやばいやばい、いやー回避か、ここの6位は勝ちだわ。自分に甘いね、自分にめちゃくちゃ甘い。9人中の6位勝ちです。はい、ということで、まあ、レート下がっちゃうだろうな。やばいみんな、もうやばい、もう沼ってる、レート7000切っちゃった、やばい。さあラスト行こう、ラストマリサ。もう今日もう本当に沼りに沼ってレート6000になっちゃったんで、6000台になっちゃったんで、最後うまいことね打開かまして、え、なんかいるんだけど。なんかいるんだけど。まあ最後のうまいこと高いかまして、ね、7000戻して、まあ、今日は終わりですわ。さあ、ここ、フンス。あ、やべえな、あいつ。なんか偽物いるんだけど。勝つしかない。偽物に負けるほどね、フンスは弱くない。まあ、ここ9位でしっかり交換していく。さあ、消毒化しつつ、これ、キラー強い。これ勝った、皆さん。勝ちました。残りは、サンダーをいつ読むか。サンダーさえかわしてしまえばもう、負けはない。いつかわす？いつかわす、まだな。これまあ予想3周目の、まあ詰まってるからそんなに即算はしないと思うから、3周目の1個目、3の1、そこが読むべきポイントだと思う。あ、マジ緊張する、マジ緊張する、やめて、本当に引かれた終わり、引かれた終わり、引かれたら終わり、やめろよやめろよ、お前ら分かってるな、まだだぞまだだぞまだだぞ、そんだ、まだ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 、ここ使え、フラスのサンダーを、これナイス、サンダー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 、ないか、ないけどないけど、にないけど、にある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 、当てるぞ、バカ、ここか、もうちょっと耐えるべきだったか、ちょっと焦っちゃったんだよな、最下位の悪い字読むべきだったかもしれないけど、これ前からのスナイプが怖い、偽アイテムボックス、やばい、これやばい、食らっちまう食らっちまう食らっちまう、処理がちさい、いやインコース。行きたかったな、やばい、風船いる、絶対金数、絶対金数、抜かせ抜かせ、うっそー、お、潰れた潰れたんじゃない、こいつ勝ったでしょ、勝った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 、なんだよこれ、ミーもちゃんとにしてくれてる、ありがとう。ということで今回は下がっちゃったな、いやまだ行く、なんか終わる雰囲気に出したけど、いやまだ行くわ、7000戻そう。さあみんなこれで決めよう、 100cc DK マウンテン、いや本当に7000戻さずに終わるのちょっと屈辱なんで、しっかりしっかりもう上位取って、さっきのなー、まあ、安牌でさ2位に甘んじてさ、しっかりアウトコースから走ってたら多分7000戻ったんだけど、そこはちょっと攻めちゃったわ。まあ、今回は本当に安定した上位、まあ、マリオカートってやっぱりデート上げようと思ったらどれだけ安定できるか、これが大事だと思うから、1位狙わない、まあ、狙うけどしっかり安定を狙うわ、安定のフンさんに行くんで、皆さんよろしくお願いします。さあ行こう、7位、何人部屋だ、あ、9ぐらいか、若干人数が増えたり減ったりしてるんだけど、やばいやばい、おつけ続いて、しっかりこの順位でアイテム割っていこう、ここでアイテム割りたいよ、 OK 取って、しっかりここもブレーキして上がって、行こすなよ、危ねえ、OK、しっかり1回目はショートカット決めてきた、1位が早いな、1位がだいぶ離れちゃってるんだけど、まあ、コーラも大丈夫で、もう一回交換するか、ワンチャン巨大とか引けないか、ワンチャン巨大とか、キノさんナイス、おかえり、さあ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 、このキノコできれば持っていきたいとこだけど、さあ3位まで上がってきた、勝ちてえな、あのフンさんの偽物には絶対になんとしても勝たなきゃいけない、膨らんじゃったよ、おつけ、キノコでリカバリーしていって、いけるいける、1早いな、何とか一発は途切ってくれないと、あの1位に追いつくことはできない、使っちゃう、ここマジで処理難しいな、跳ねちゃうんだよね、
マリオカート Wii の楽しいところが跳ねる、これ難しいところでもあるんだけど、この跳ねをねどれだけうまく制御できるか、これが大事なんだよ。ちょっとターボ出しちゃったな。やばかすぎる。それついた、どこ、オッケーつけてね、オッケー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 、でかすぎ、めちゃくちゃでかい。あれ食らったらもう終わりだからな。さあこれ4位で終わったらもう1回キノさん出ないか、ウッキーみたいにキノさん出てくれ。ボンヘイカ後ろいる、後ろいないか、置いとくか、置いたら当たるっしょ、意外といないか。さあこれはもう上位対決、なんとか3位2位、あの2人で抜かしたいね。1位はだいぶ逃げちゃったけど、アイテムあろう、アイテム割って、キノイチか、いける、大丈夫。3だわ、俺は4位の方がでかくなるのが早いから、あるぞ、3位になって、どこだ、2位は、2位どこだ、いるね、2位だ、2位はしっかりここの勝利大事、ミスんなよ、ミスんなよ。でここブレーキが設置されてんな、落ち着け、落ち着いて、こっから行くわ、これうまいね。さあ前の人がターボでうまいこと抜けていって、これ貸して、二度さ持ってるか当たんないか。じゃあいやーうまい、今の人ミスアイテムボクさんの気づいてドリフトに切り替えてたわ。でこれ4位か、まあでも4位でも9000の人がいるからゲートはもらえるはずっていうことで、7000戻れ、7000戻ってくれ。今の悔しいな、あの処理の仕方も覚えてかないと。さあプラス57でなんとか戻っていったでしょう。 OK ということで今回のパートはねこの辺にしておこうと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。